はい、皆さんこんにちは、吉田沼です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、チャンネル登録の方もですね、700人近く、来ております。この動画をアップする頃にはですね、まあ、700人を超えている可能性も非常に高いというところまでね、やってまいりました。ありがたいところでございます。700人ってことは、まあね、800人、そして900人、1000人ということで、大枝で1000人ですね、行ったらすごいなーって思いますね。頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで、今日ご紹介するのは、これ、ドンキホーテさん。あ、値段を調べてなかったな。こちら、メイトーさんのプクプクタイのチョコでございますね。これ値段58円、ただいい感じです。でも昔本物のたい焼きもね、50円とかね、そのぐらいだったんですよ、本当に。昔は、今いくらなんですかね。初めて僕食べたのは多分屋台じゃなくて、あのね、多分ですけど、スーパーの地下の食品売り場の入り口の右側ぐらいに、あ、違うかな、あれ、たこ焼きかな、たこ焼きだったような気がするな、わかんない、忘れちゃいましたね。はい、忘れてしまいました、思い出は。ちょっとデリートしておきましょう。はい、サクッと美味しいふんわりチョコ。サクッと美味しいのにふんわりしてますね。いきましょう。オープン。もうたい焼きそのものですよね。大きさはまあ小さいですけどね。はい。普通のたい焼きだったらもうちょっと一回り大きいかなっていうぐらいな感じですね。あ、こうなるのか。頭から食べますか、足っぽらから食べますかみたいなね、なんか質問がありますけど、まあ。まあ、頭でしょうね、僕は。いきます。うん。なるほどね。あのね、サクっていうのが、この側のサクだっていう逃げはしないと思うんですね。多分、本当にあの、チョコ自体が、サクッとしてますよ。そしてふんわりっていう、この相対するのが同居してますよ。このチョコはっていうことだと思うんですね。で、このちょっとね、なんて言ったらいいのかな。あの、きな粉の、ですね、お菓子、最近デビューしましたね。あの、ドンキホーテさんで購入しました。そちらのような、ちょっと側っていうか周りが、サクッとしてます。で、中食べるとしっとりし、ふんわりしてるっていうこの感じなんですよね。はい。だから、ちょっと、なんとかな、トロッとした感じじゃないわけですよ。ちょっとサクッとした作り方をしてる。って感じですね。うまい。これはね、いっちゃいますよ。これを4つですね。バシン。はい。はい。本当のたい焼きが食べたくなってきましたね。はい。あ、僕らは小さい頃ね、泳げたい焼きになってね、歌も流行りましたけどね。ちっちゃい頃よくね、テレビ見てましたね。はい。ありがとうございます。ということで、今日ご紹介したのはですね、メイトーさんのぷくぷくたいのチョコでございました。ありがとうございます。